有限会社大阪イニオムの北村雄二と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校医療の販売、会社制服の販売をしております。何かお探しの商品、お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様のお役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は2月の26日の金曜日ということでですね、外のはですね、ちょっとあいにくですが、今日はちょっと朝から雨が降ってますね。大阪堺の天気予報は、雨のち曇り、降水確率が 80%、最高気温が11度、最低気温が5度ということで、朝からちょっとひんやりもしていますね。ちょっとまあ寒いですけども、頑張っていきたいと思います。2月もですね、もうあと残すところ3日ということで、早いですね。もうあっという間でございます。もう本当にもう言うてる間ですね、本当に。まああともう3日したら3月に突入しますので、またいろいろと制服とか、あと対策ですね、帽子の対応、またご来店いただいたらさせていただきますので、またそれをよろしくお願いいたします。本日は八田総西小学校の物品販売の方にちょっと午前中行くんですけども、店頭の方は朝10時から7時まで営業しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あと、1月、2月、3月は繁忙期のため、正月休み以外はお休みなしで営業しております。あと手洗い、うがい、感染症対策ですね、気をつけながら今日も一日頑張っていきたいと思いますので、皆様のご来店をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。